久保チャンネル。今日も埼玉スタジアムに来ています。ムジムジ3年生のゆっちゃんとけいたんです。よろしくお願いします。今日はウパパ vs ウパキッズで PK 対決しようよ。いいよ。いいよ。ルールはこんな感じです。ボールは5種類あって、ウパパがその5種類を1個ずつ、ケイタンとユッちゃんは5発ずつ打てるので、2人で10発打てます。しかもケイタンとユッちゃんはボールを自由に決めて OK です。しかもウパパはキーパーの場合はどこで止めるか、ウパパが蹴る側の場合はどこからどう蹴るかを決められています。それをウパパがルーレットで決めます。ちなみにボール5種類はこの5種類です。今からこれでウパパがどの位置で何を蹴るかをやっていきます。これが当たった時は自由の位置から自由、ここは真ん中から右足、ここはウパキッズの位置からラボーナ、これは PK の位置から左足です。それじゃあ回していきます。最初はウパキッズの位置からラボーナに決まりました。次回します。いきます。見えてるかな、見えてるか、結果 PK の位置から左足でした。次もやっていきます。またウパキッズの位置からラボーナでした。ウパキッズの位置からラボーナもう1回。やばい、真ん中から右足でも、あの残ってんのふにゃふにゃボールだけだから。ふにゃふにゃボールはもう最初に蹴ったよ。はっ、やばい、どうしよう。キッカーボールがちっちゃいのだよ。キッカーボールだね。やばい、行きます。真ん中から右足です。はい、真ん中から右足。転がしてあげるよ。お願いします。うわー、止められた。ウパパが蹴った時の結果はこんな感じです。ケイタンたち5本以上入れないと勝てない。そうだね。次はウパパがキーパーなので、危ない。どの位置でキーパーをやるかを決めて、どの位置でキーパーをするかを決めていきます。それではやっていきます。見えるかな。左足で止めることになりました。お願いします。ちなみにウパパは指定されたところ以外で
おお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 ケータンが外しました。もう一回やっていきます。これでまた左足が出てくれたらラッキー。やっていきます。肘とかの方が厳しい。そっか。左足です。多くない左足。セットし直す後で。いいよいいよ。そのままこれ。よし、行こう。やっていきます。肘、肘です。さっきとこれはちょっと距離離します。ゆっちゃんはさっきのケータンの場所で行きたいと思います。ケータンもその真ん中に行きたいと思います。よし、あーやべえ、やばい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 。やっていきます。お尻お尻お尻。やばい、手、よっしゃ、手です。しかも最後だよ。次手だからどこ行ってもいいって。わー大丈夫。出しても負けじゃん。確かに。ギリギリ最後の試合で勝ちました。イエーイ、やった。何点かな。埼玉スタジアムに感謝、はい、感謝と結果はこんな感じになりました。6対4でケイダンたちの勝ちです。やったー、やばいやばいよ。今日スーパーハンデ付きの PK 対決をやったんですけど勝った。イエーイ、勝った。で今日僕とゆっちゃん年齢に差があるんですけどゴール数が一緒でした。最後2人とも決められてよかったです。私は蹴るときにキッカーボールしか使わなかったんですけど、やっぱりキッカーボールって最強です。曲がるし蹴りやすいし軽いし。ウパ人形の正解は今日はちょっとなのでありません。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また見てね。キラキラ3年生。今日もサッカー企画をやっていきたいと思います。今回は前にここでやったミックスジュース対決を復活させていきたいと思います。しかも粉でやっていきたいと思います。ちなみにハンデとしてゆっちゃんがここ、ケイタンがここ、ウパパがここになります。惜しい、当たったけどな。当たって倒れればいいんだよ。今から地獄の飲み物を飲むんだ。